はい、こんにちは。沖縄馬場です。えーと、やっと届きました。はい。えー、注文していた、あーフェリシモの、ね、ちょっとよそ行き服ですね。よそ行きのワンピースが届きました。えー、これね、えー、モネですね。モネさんのえ、絵画シリーズのね、お洋服で、モネさんのス,スイレンですね。はい。えー、あれを、あれのプリントのワンピースですね。 はい、やっと届きました。まあ、生地がね、暑いんで、これどっちだかというと冬向けですね。よかったです。はい、えー、これから話していくことです。はい、えー、下にね、一応2回に分けたいと思います。はい、えー、1回目はスライブですね。はい、えー、白い、あの、帽子さんたちの世界です。はい。 白い帽子さんたちの世界観ということで、1回目はスライブ、2回目は、あのー、ビーナスプロジェクトの方をね、上げていきたいと思います。えー、これね、えー、前にもね、えー、なんていうのかな、簡単に説明している動画が2つありますけど、今回はちょっとあの、内容を突っ込んで、えー、お話したいと思います。はい、これには多分ね、トラさんが未だに帰らない理由、 はい。そして、えー、なんていうのかな。闇のね、イルミナンチャラは、もちろん、あの人たちは、あ亡くなりますが、それでも、白いね、白い、あの、イルミナンチャラの人たちが目指している世界。はい。えー、そういう世界観ですね。を、を上げていきたいと思っています。はい。えー Q の後ろ側に、Q ちゃんのね、えー、後ろ側にいるのは、この、スライブの人たちですからね。はいあ。ある時点で私はそれに気がつきました。はい。もうかなり前から気がついてるんですけどね。はい。えー、実はですね、まあ、私、今ちょっと懸念してたんですけど、やっぱりかと思ったことがあります。それはね、えー、白いね、イルミなんちゃらも、これね、 えー、昔から言われてたことです、はい。白いね、お帽子さんたち側もお、人の、人のね、口ですね。人の口をね、えー、減らしたいという、そういう、あれも、計画もあります。はい。これは一部の人たちはもう知っていることです。あのー、白いね、人たちも、人の口は減らすということです。 それを容認しているということです。はい。どうしてでしょうかということです。はい。まず、スライブから上げていきますね。これは、あのー、フリーエネルギーとね、貧困問題について、えー、述べています。はい。フリー、フリーのね、エネルギーですね。フリーのエネルギーと、あと、貧困問題ですね。私たち、 のね、この地球上から貧困問題をなくしたり、不幸な人たちをなくすためにね、何ができるかということですけど、このスライブで重要なことは全部一番最後に言っています。はい。一番重要なこと、一番重要なことを一番最後に少しの時間でちょっと触れています。これがまず彼らのその、あれですね、えー、ごめんなさいね。 これがまず彼らの、あのー、基準になっているものです。どういう人を残して、どういう人を、あーなんていうのかな、あーいわゆるね、えー、テストにね、合格と不合格ですね。どういうふうな基準なのかっていうことを、この一番最後に言っています。はい、えー、一番最後に何を言っているか。はい、えー、私たちはあ、食べるものね、えー そして普段使うものですね。そういうものの、そういうものをね、えー、いわゆるあっち側のものから、あ徐々にね、えー、いいものに、いわゆるオーガニックのものだったりとかね、生産がこうきちんとね、えー、いわゆるフェアトレードのようなね、そういったものに切り替えていきましょうって言ってるんですよ。 はい。え、彼らがあ地球上に残ってほしいと思っている人たちは、こういうことができる人です。はい。簡単に言うとそういうことです。つまり、えー、安、安かろう悪かろうで、えー、なんていうのかな。安いものを買ったりとかね。まあ、なんていうのかな。いいものを買って長く着るっていうのを、長くねあつ、使うっていうのはいいんですけど、安かろう悪かろうのね、その、 どの例のね、労働で得たような、そういったものをね、えー、出すような企業をね、皆さんでボイコットしましょうって言ってるんですよ。この、巣のライブではね。はい。そういうことなんですよ。彼らが、ああ、いわゆるね、白いね、お帽子さんたちが残したいって思ってる人物、人類ですね。はい。 一緒に生きていきたいと思ってる人たちがそういう人たちなんですよ。はい。えー、そして地域でね、地域地域で、えー、自給自足じゃないですけど、そういうね、えー、コミュニティも作っていきましょうって言ってるんですよね。はい。それなんですよ。結局、えー、あの人たちが、あ、一緒に、えー、地球に残って、えー、一緒にやっていきたいと思う人たちがこういう人たちなんですよ。 はい。それには、判断能力が求められます。はい。判断能力ですね。はい。どれが良くて、どれが悪いか。今は情報がいっぱい出回ってますので、そういうものを、えー、自分で検索して、自分で判断できて、えー、そしてね、そういう、あの、いいものと悪いものを見分ける目をね、養っている人。はい。そういう人を彼らは残して、自分たちと一緒にやっていきたいと思ってるんですね。 簡単な理由です。はい。黒の人たちみたいに、あ全,全人類ね、その、なんていうのかな、ああ架空のボンボンでね、ボーンってやっちゃやっちゃってね、みんなね、みんなね、なねお星様にしちゃいましょうっていう人たちと、えー、白い人たちは違います。はい。えー、白い人たち、まあ、言,わ言ってみれば、えー、Q の、Q ちゃんの後ろ側にいる人だったりとか、 え、トラチームの人たちですね。その人たちがどういう基準で、え、人をね、こう、分けているか。はい。まあ、聖書の中にもね、これ書かれ、書かれてまさ、はい人を分けるっていうことはね。えー、それなんですけど、そういう基準なんですよ。はい。つまり、えー、まあ、聖書の中にはね、狭い門を入って通りなさいと言ってます。広いものは、広いもんは、ああ、良くないですと。はい。 そこにあ、そこには、ほのろの美がありますよって言ってますね。はい。まあそういうことなんです。いわゆる、大きい、大きくてね、誰でも、その飛びつくようなもの。そ、それは大概において、えー、あまりいいものではないですね。例えば、ああ、ね、これ言っちゃうとあれなんですけど、あのー、 ね、あの、安い、大衆向けの、なんていうのかな、まあ、安い商品ですね。は、だいたいえー添加、添加物がね、たくさんだったりとか、あとね、チョコレートなんかでも、あれですね、あの、あんまりね、えー、いい環境でね、えー、働いてないような人たちが、ああ、 生産したものだったり、はい。そういう風なものなんですよね。なので、私たちは、そういうものを見分ける目。まあ、本当にね、あの、貧しい地域で、なんていうのかな。あどうしようも生活が本当に困難だっていう人は、そういうものを、あの、使ってもしょうがないと思いますけど、まあ、ある程度ね、えー、普通の生活ができる人だったら、えー、なんていうのかな。 安かろう悪かろうではなくて、なんていうのかな、本当に長く、いいものを長く使えるっていうような、そういう、あの、買い方をした方が、私は、いいと思っております。はい。それが、なんていうのかな、いわゆる、あの、どのね、例のね、えー、ろのどを、減らすっていうことになるんですよ。はい。まあ、 日本製のね、えー、ものをね、あのー、洋服でもね、買おうとするとかなり、あのー、お高くつきます。はい。これは、あの、知ってます。私たち、あのー、沖縄に住んでてね。沖縄は、あのー、夏のね、働く制服ですね。が、あのー、仮湯子なんですね。仮湯子ウェアって、まあ、アロファシャツみたいなもんです。はい。えー、ポリエステルでできたね、アロファシャツですね。はい。そのね、アロファシャツは、日本製です。大体。はい。 半袖の、まあ、柄がね、とっても可愛かったりするので、内地から来た人もね、お土産に買ってく人いっぱいいるんですけどね。えー、このね、カリウシュウエア。はい、だいたい日本製です。はい。えー、1枚、えー、ただの半袖のシャツなのにね、えー、アロファシャツなのに、えー、1枚が6000円以上します。はい、7000円から、 あちょっとデザインが可愛いのになると1万ちょっとします。これ普通の値段です。はい。えー、まあね、フェリーの下さんね、私の好きなフェリー下さんでも、えー、日本製の服を扱ってます。はい。えー、ブラウス、またはシャツとかがね、1着1万円以上します。はい。これ、まあ、変な話ですけどね、私が若い頃には普通だったんですよ。はい。 みんな、あの、日本製の服はこのぐらいの値段しました。はい、えー。ちょっとね、伊勢丹とかデパートでね、あの、一着ワンピース買うともう2万とかね、3万とか、普通にしました。それでもね、まあ、大切に、あの、来ましたね。はい。えー、まあ、一夏で終わりになるようなものは一着もありませんでした。もう5年も6年も,も持ってます。それで、今でもね、えー、なんていうのかな。 着ててているる服ももももああありりまますす。し、今でも全然悪いところがなくて取ってあるものもありますはい。そういうことなんですよね。なので、私たちは、あなんていうのかな。彼らの目線から見てね、どういう人間か、ものを考えて選別して識別する人間なのかどうかっていうことが、とっても試されています。それは、ああ、今回のね、あの、 練り物ですね。練り物の問題でも、それが出ています。何にも考えずに食べちゃってる人たちは、多分白い人たちから見ても、これ言うと本当に、あのー、あれなんですけど、白い人から、た白い、あのー、なんてイルミの人たちからね、見ても、一緒にいたいと思え、思えない人たちだと思うんですよね。 なので、今回、どうして、なんていうのかな。ああ、かなりこんなに遅くなってるのかね。トラちゃんが。はい。えー、遅くなればなるほど、お星様になる人がどん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 増えていきます。はい。人間ね、識別力と洞察力、そして、えー、物事を考える力を持った人間。 それが必要だよってね、もうあのスライブの中で言ってるんですよね。はい。これが、ああ、いわゆるね、えー、彼らの、思う人間なんですよ。はい。その人たちだけを残すっていう、そういう意味なんじゃないかなと思ってます。はい。なので、今回ね、あのー、なんていうのかな、そのー、 練り物の騒ぎがあって、こんなにお星様になってる人が大勢いるのに、なんで未だにね、帰ってこないのかっていうのはその辺もあるんじゃないかなと思ってます。これね、昔からちょっとね、あの、ちょっと前から言われてたことなんですよ。白、白もね、銀、銀河のね、銀、銀、銀河河のね、連合の人たちも、人の口をね、減らすっていうことには同意してるっていうことをね、 えー、噂で結構流れてたんで聞いてるんですよね。ただ、なんていうのか、それがかなりね、え無差別ではないんですね。黒のやることと違って、えー、黒いね、あっちの方のやることと違って、かなりこれは、あのー、意識的ですね。はい。私は今回ずっと今まで見てきて、なんか本当にそういう感じを受けます。意識的です。 はい。どういう人たちを残して、どういう人たちを、おーこういう言い方は失礼なんですけど、淘汰するかっていうのは、とても意識的に行われていると感じています。はい。そういうことです。まあ、運もありますけどね。その人の運も。はい。えー、スライブは、あの、貼っておきます。はい。一番最後に、一番、あの、重要なことを言っています。はい。それは、 あ黒のイルミの作った企業のものは全部ボイコットしなさいと言ってます。そして銀行もね、よく見極めなさいと言ってます。使う銀行も。はい。地方のね、信用金庫とかね、地銀とか、そういうね、地域密着型のにした方がいいですよ。そうすれば、あ黒のね、あの人たち、イルミの人たちのね、えー、策略に乗らなくて済みますよっていうことを言っています。はい。 これが、あのー、彼らの選別方法の一つになってるんじゃないかと私は思ってます。まあ違う意見もいろいろあるんですけどね。まあ、そういうことです。はい。かなり意識的に選別が行われていると見ていいと思います。はい。今回の出来事はね。えー、なので彼らが必要としているのは人間として考える能力があること、選別する能力があること、 実行する行動に移すことができる人間であるということ。このことですね。これを見られています。はい。そういうことです。なので、えー、まあね。遅れている理由っていうのは、この辺にあると思います。はい。もちろんね、メドウのベッドは本当にあります。あれははい。 ある意味、私はあの、ちょっとね、それはあることで確信したことがあるんですけどね。それもちょっと前のあの動画で言ってるんですけど、確信してます。それはメドネベッドはあります。はい。なので、それまで持ってたら、本当に持つ人がいたらね、あの、練り物食べちゃった人でね、本当に運がいいか、もしくは自分で選択的に下毒なんかをしてね、デトックスなんかをして、えー、まあね、 あの、健康状態を良い,い状態に保っていた人ですね。はい。えー、そういうわけでね、えー、彼らは彼らなりに選別してます。無差別ではありません。今回かなり選択的にそういうものが働いてるということがわかります。はい。そして、えー、まあ、帰ってくる帰ってくるってずっと言われてますけど、おまあ敵側もね、 これ言っちゃうとあれあれなんですけど、黒のイルミなんちゃらも、なりすましてね、情報を流しますから。はい。えー、これはちょっと今日の10名さんも言ってました。はい。なので皆さん気をつけてください。えー、まあ、10名さんなんかはね、見分けるポイントなんかも言ってたので、えー、これはちょっと面白いなと思いました。はい。そういうわけです。なのでね、皆さんね、えー、 まあ、練り物はね、食べないでください。はい。練り物は。添加物がね、いろいろ害がありますからね、添加物がね。そういうことです。はい。えー、でね、まあ、明日ね、えー、もう一つの、白いね、お帽子さんたちがね、 え、作ったと思われる、その、もう一つの計画ですね。ヴィーナスプロ,プロジェクトについてです。これについてお話ししたいと思います。今日は、あスライブですね。一応下に、あのー、載せておきますのでね。ぜひぜひ、あの、皆さん、あのー、理解してください。あのー、ぜひぜひ見てください。もう見たっていう人もいますけど、まあ一番ね、最後の内容だけちょっと見,見れば理解できます。はっきり理解できると思います。はい。 えー、なので、今回のね、この、なんていうのかな、練り物騒動はね、私たちの生き方ですね。生き方を問われていると思ってください。そういうことです。はい。えー、それではね、えー、まあ、どういうふうに動くか、私たち一人一人の判断です。はい。それでは皆さんまた、あー、明日はね、えー そのもう一つのね、ヴィーナスプロジェクトの動画の方をね、解説したいと思います。ちょっとそちらの方も、あの URL 載せておきますけど、とりあえずね、え今日はあ、この話はここまでにしたいと思います。そして、えー、純明さんのね、動画もあげますので、皆さんぜひ、うん、よろしくお願いいたします。はい、えー、やっとね、えー、冬のね、やっとワンピース、よそ行きワンピースが来ました。はい、家事、記事もね、 えー、暑くてね、かなりしっかりした生地です。はい。えー、美術館のね、モネの睡蓮です。はい。えー、とってもね、えー、ちょっとね、高めでしたけど、私に、私にしてはね、割と、おお今のね、えー、現状のね、お給料でこれを買うっていうのは結構きつかったんですけど、でもね、まあ、いいものをね、長く着たいと思います。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。ちなみにこれね、だいたい1万弱です。はい。そんなに高いくはないけど、まあ私にしてはちょっと高い買い物でしたね。はい。ごきげんよう。沖縄おばばでした。